ギリギリ入りました。よかった。いっぱいだ。作るのがもうしんどかったから今日はここに頼みました。全部で1000円ちょっとだね。1000円以上だったら配達料無料だから、1000円以上は頼まないといけないから、大好きなのを頼みました。これはあれ、ロコモコです。間に野菜が入ってる、ハンバーグと目玉焼きが入ったロコモコ、美味しそう。さらりとした梅酒を分け分けして飲もうかな。いい日。ちょうど半分。このグラス、プリンが入ってたやつ。いいよね。すごいいい感じ。しっかりしてて。美味しそう。これ梅酒です。よいしょ。ちょっとお供えしてきて食べます。これをお供えよう。弁当たちも一回ちゃんとお供えしました。ね、早く食べてってこう言って。私が食べなきゃいけない。味噌汁、赤だし混ぜただけ。お腹すいても倒れそうや。まだ何時？5時過ぎなんだけど。でもお腹すいた。いただきます。よいしょ。よいしょよいしょ。アレクサ、シャイニングスターかけて。Amazon Music で魔王魂&森田光一のシャイニングスターを再生します。いただきます。お腹すいたもん、本当に。アレクサ、ボリューム下げて。いただきます。映ってるかな。いきなりこぼした。そうだ、乾杯乾杯。あー、うまい。めちゃくちゃお腹すいたな。はい、しみるね。はあ、おいしい。この卵とか皆さんどうしてます？最初に潰す派？この卵、それとも結構食べてから潰す派？私は半分ぐらい潰さないで味わって、である程度食べてから半分潰す。うん、食べよう。お腹すいた。食べようかな。別にご飯残してましたけど、食べたらいいよね。ほら、どうだ、美味しそう。
黒酢の、え、黒酢なんとか唐揚げ、酢豚の唐揚げバージョンみたいなもんかな、これ唐揚げ酢豚のね。うん、これこれは白ご飯だよね。残したら下の汁食べる。あー、美味しい。インスタントのね、赤だしに豆腐だけ入れた、煮て。美味しい、豆腐。シャイニングスターも終わってしまった。あー、美味しい。目玉焼き潰そうかな。まずこっちはね、食べきれないといかんよね。よくしょ、汁がさ、しみじみになってるから、明日の汁食べても美味しくないよね、毎日ね。よいしょ、卵しみしみ。うん、うん、美味しい。うん、ついね、小銭になるから。姿勢のいい人が羨ましい。目が悪くて、小さい頃から、小学校の頃からも悪かったからね。その頃メガネかけるの嫌だったから、無理してメガネかけないでたい。いつの間にかね、小銭になった。そのだけのせいじゃないんだけど、映してる時もついつい猫背になってるし、気をつけようって。今さ、カメラ止めて何喋ろうかなと思ってたわけ。そしたらこの前の出来事があったと思ってけいちゃんがさ、最近のマイブームでゴミ捨てとかに行く時に、あの車が来ないところまでついてきてくれてるんだけど、それは、うん、嬉しいか、嬉しいやら、嬉しくないやら。なんかだってね、もしも怪我でもしたらとか、変に心配して、まあいつも自由に出歩いてるんだけどさ。そしたら、ね、あ、けいちゃんって言ってたら、けいちゃんが来た。僕だよって。ね、僕いつも待ってるよってね。ゴミ捨てにね。だからさ、ケイちゃんが待ってると思って、妙に慌てて、あ、もう待ってる待ってる、早く行かなきゃと思ったら、何もないところですっ転んで、手のところを見えるかな、ちょっと毛がすりむいて、膝も打って、ね、ねえ、ケイちゃんね。ケイちゃんおとなしく待ってるのに、自分が慌ててさ、ね、大変だったね。もう治ったんだけど、うん。慌てると良くないね。足が上がってないもん、年だから。走ってるのに。走れてないという。それからもう、ケイちゃんも気を使ってるのか、最近ね、ついてこないねもね。お母さん怪我したって分かったんだよね。うん、吹っ飛んだもんね。見えてた？ね、びっくりしたよね。うん、ね、ケイちゃんにも美味しいご飯あげるね。ちょっと待ってね。ちゃんと止めます。ごちそうさまでした。さすがにこれは食べきれなかったから、明日の昼食べます。
で、このホットケーキは後でコーヒー入れて食べようかな。お子様用だけど290円ぐらいだったかな。いいよねこれ、量も結構あるのに300円以内。そしてゼリーもついてて、でちゃんと蜂蜜がついてて、なんかチョコペンもついてんだよね。ほらこれね、なんかお絵かきしましょうって感じ。かわいいね。まあ後でこれはお腹すいたら夜食にします。じゃあねー、バイバーイ。けいちゃんも何しよう。どっちだ？ここは？どっち？まだ食べたそう。私と一緒で大食いだね、けいちゃんも。熱っ、熱くなった。ご飯食べたらね。美味しいやん、これは。よいしょ。